狼であっちゅうことが分からないにしてみても、我々は狼とヤギが入ってるなっちゅうこと分かってるわけですよ、観客は。そういつ何が襲いかかるような葛藤があるんじゃないかな、期待するんだけど、何もなくツツーっていっちゃう。だから、その食うか食われるかっていう台本上では葛藤はないにしてみても、今演出が言った緊張感だとか、ものすごい緊張感だとか、暗闇の中でね、人がと出会うなんて我々って緊張するじゃない。そういうのは何もないね、実は言うと。ただもう食われないってことが前提で、お友達になるってことが前提で、なんか芝居やってるように見えてしょうがないんです。創作座の武井です。今回メイをやります。今回のお芝居は秘密の友達をやります。狼とヤギが出会って、生きることの喜びと生きていくことの難しさを、2人の葛藤を描いた創作劇です。場所は甲府市社会教育センターのホールでします。日時は3月13日土曜日の6時に開演をします。皆さん、ぜひ見に来てください。劇団創作座では、平成16年度の新人団員を広く募集しています。あなたも劇団創作座で一緒に芝居を体験してみませんか？山梨の知りたい情報、山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。